今日は2021年10月26日です。新大久保にある関東の思い出さんです。韓国路地裏食堂関東の思い出さんに来ております。こちらはなんと関東極みサムギョプサルでございます。もうたくさんもう肉厚のお肉がなんと18ミリメートルそれを丁寧に外国屋さんでカットしてくださいました。これキムチも一緒に焼いて、こちら幸せの産地がございます。新鮮なミニレタスさんでしょうか。こちらに極みのお肉とお味噌とニンニク、ネギがございます。全部入れてしまう、全部こうどうでしょうか。はい、産地でくるみます。おー、熱々ですね。いただきます。ピリ辛でございます。うーん、お野菜の産地ととっても合います。ぜひ皆さん関東の森さんにいらしてください。とんちんかんでした。